世界ナンバーワンを目指しています。もちろん簡単ではないですよ。これは50年以上前のものなんです。頭髪洗顔器の技術スタンダードが簡潔に記載されています。頭髪が最初に洗顔器を販売したのが1956年なんですが、蓄積された技術とエンジニアの多くのトライアンドエラーの結晶がシンプリックテクノロジーなんです。洗顔器ブランドとして世界ナンバーワンを目指しています。もちろん簡単ではないですよ。でもね、大手洗顔器メーカーの中で洗顔器専業メーカーは頭髪一社だけなんですよ。私たちは洗顔器のことを知り尽くしています。ナンバーワンブランドになるための頭髪独自の技術がシンプリックテクノロジーなんです。シンプリックテクノロジーには3つの特徴があります。シンプルであること、使いやすいこと、品質面での完成度の高さです。頭髪はクラス最軽量の洗顔器で知られています。でもただ軽く作るだけでは意味ありませんよね。洗顔器には剛性、しなやかさ、強靭さが求められます。そのためには洗顔器はシンプルなアーキテクチャである必要があります。それも極限まで合理性を追求したシンプルなアーキテクチャです。技術とノウハウの蓄積がなければここまでシンプルにはできないはずです。シンプルなアーキテクチャ、これがシンプリックテクノロジーの特徴の一つです。二つ目の特徴は使いやすいことです。 MFS20E ではティルトアップ力を従来比 20% 軽減させ、格段の使いやすさを実現しました。頭髪は洗顔器の操作性、可搬性、整備性はもちろん、細かい部分にまで徹底的にこだわっています。三つ目の特徴は品質面での完成度の高さです。具体的には構造性能、堅牢性、環境性能のすべてを高い次元で実現していることです。0から100メーターでクラス最速の加速性を誇る MFS50A、 堅牢性クラスナンバーワンの低燃費を誇る MFS20E などは頭髪の品質の高さを示しています。メイドインジャパンという私たちエンジニアの誇りが品質面での完成度の高さにつながっているんでしょうね。シンプルアーキテクチャ、 Easy to use interface、 Absolute quality、 頭髪製品を支えるシンプリックテクノロジーの鍵です。頭髪の技術には大きな転換期がありました。1996年の EPA による排ガス規制です。社内には戦慄が走りました。我々エンジニアに課せられたミッションは半端じゃなかったですね。環境に優しい独自の2サイクル直噴エンジンの開発、4サイクルエンジンの開発、そして全モデルのキャブレターのセッティングを限界まで見直す、これらが同時並行で進められました。大変な作業でした。気が遠くなるほどトライアンドエラーを繰り返しました。大量の焼き付きピストンをどれだけ見てきたことか。2000年2サイクル低圧直噴エンジンが完成した時は感動しました。それをきっかけに弾みがつき、4サイクルエンジンの分野でも際立った技術力を誇るまでになりました。当時に実現した我々のイノベーション、それがシンプリックテクノロジーの基盤になっています。振り返ると1922年の創業以来、頭髪はイノベーションを繰り返してきた会社なんですよね。今はオートバイの製造は行っていませんが、1960年代前半、頭髪のオートバイは桁外れのマシンで北米やヨーロッパのレースシーンを沸かせたと聞いてます。 LD3 という 125cc のマシンを例にとると、最高時速130キロ以上、最高出力17馬力、0から 400m は10秒台をマークするなど、とにかく際立っていたようですね。洗顔器に話を戻すと、頭髪 MFS50A は50馬力クラスで最軽量でありながら、
バイカル湖からレナ川を下り、ラプテフ海まで5000キロをノントラブルで走破するという離れ技をやってのけました。2サイクル低圧直噴エンジン、バッテリーレスフュエルインジェクションシステム、タコメーターセルフダイアグノーシス、バリアブルアイドルシステムなど、最近になって他社も採用し始めた技術もありますが、これらは全て頭髪による世界初のイノベーションです。でもね、頭髪のエンジニアはイノベーションは好きでもスペック競争にはほとんど関心がないんですよ。数字の大小で船外機の良し悪しが決まるわけじゃないでしょ。頭髪のミッションはボートをもっと素敵に楽しむためにです。シンプリックテクノロジーはそのための技術です。シンプルであること、使いやすいこと、そして品質面での完成度の高さ、これらはすべてボートをもっと素敵に楽しむための技術なんです。